皆さんこんにちは。今回のトピックは Unity の新機能マテリアルバリアントです。マテリアルバリアントは Unity 2022.1 で追加された新機能です。簡単に言うと、あるマテリアルの設定を引き継いで、それとは部分的に異なる設定を持つバリエーションを作るための機能です。実際に使ってみた方が分かりやすいので、エディター上で試してみましょう。今この3体の石像には同じマテリアルが設定されています。このスタチューという名前のマテリアルです。これのバリアントを作成するには、右クリックしてクリエイトのマテリアルバリアントを選択します。これでスタチューをベースとしたスタチュー2という名前のバリアントができました。これを左側の石像にセットしてみましょう。このスタチュー2をちょっといじくってみましょうか。テクスチャーをこのちょっと汚れた感じのやつに入れ替えてみます。こうやってバリアント側のプロパティを変更すると、こういう風に強調表示がつきます。このあたりの仕様はプレハブに似てますね。ついでにもう一つバリアントを作成して、右側の石像も変えてみましょう。名前はスタチュー3にします。これらのマテリアルバリアントは元となったスタチューマテリアルの設定を継承しています。なので、元のマテリアルスタチューの方の色を変更すると、こんな感じでバリアントの方の色も同時に変わってくれます。こんな感じでマテリアルバリアントを使うことで、複数のマテリアルに共通した設定を持たせたり、特定のマテリアルをもとに少しだけ異なるバリエーションを作ったりといったようなことが簡単にできるようになります。このマテリアルバリアントの仕組み、先ほどのような PBR のシーンでも便利なんですけれど、ノンフォト系の絵作りでも便利に使えると思います。例えばこのシーンでは簡単なセルシェーダーを使って見た目を作っているんですが、マテリアルの中に影の色などの設定があります。この手の共通設定をマテリアルごとに行っていたら、まあめんどくさいですよね。こういう場合は共通設定を扱うためのベースのマテリアルを用意すると便利です。各キャラクターのマテリアルはこれを継承したバリアントを使うようにします。これで共通設定をベースマテリアル上で一括変更できるようになりました。マテリアルバリアントの基本コンセプトについて説明してきましたが、これの設定方法についてもう少し掘り下げてみましょう。マテリアルバリアントの UI はプレハブと似たような感じになっているので、プレハブを使ったことのある人ならすぐ使いこなせると思います。この右上のメニューから、このバリアントの親となるマテリアルを調べたり、このバリアントでオーバーライドしているプロパティの数など調べられます。逆に親の方から見ると、こんな感じでどういうバリアントが存在するのか調べることができます。オーバーライドしたプロパティはこんな感じで強調表示されていて、右クリックメニューから変更を取り消すこともできます。あと、このオーバーライド設定を親のマテリアルに適用するなんてこともできますね。また、親のマテリアルでは、プロパティをロックしてオーバーライドを禁止することもできます。右クリックメニューから、ロックインチルドレンを選ぶと、これでロックされましたね。バリアント側で見てみると、ロックされていて変更できません。バリアント側で変更されたくないプロパティは、こんな感じでロックしちゃいましょう。あと1点、マテリアルバリアントの登場によってシェーダーグラフのワークフローも便利になるというお話もしておきたいと思います。 Unity 2022.1 以降ではシェーダーグラフを作成すると、こんな感じでシェーダーグラフの中にデフォルトマテリアルが用意されます。このデフォルトマテリアルはシェーダーグラフ上でのデフォルト値が常に反映されたマテリアルとなっています。以前の感覚で言うと、このシェーダーを使うときは、まずマテリアルを作って、そしてこのシェーダーを選択して、という流れで作業していたと思います。それが今後は、このデフォルトマテリアルを継承したマテリアルバリアントを作って、必要なパラメータだけ変更していくという流れになります。こうすることによって、シェーダーグラフ上でのデフォルト値の変更を
リアルタイムにゲームビュー上で確認できるようになるんですよね。これのおかげでシェーダーグラフ上でルックを作るのがだいぶ楽になると思います。こんな感じで今回は Unity のマテリアルバリアントについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。たくさんのマテリアルの管理とか複数人での共同作業とかが楽になる便利な機能だと思います。ぜひ活用していってください。また今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。